いっぱい歩いたぜ。ヘロヘロですぜ。そうなの、汗かいたの。ちょっと眉毛消えてきてた。描いとく、描いとかなきゃ、描いとかなきゃ。今日は眉毛だけ描いて出かけました。お仕事も眉毛だけ描いていきました。ね、汗やばいからさ。そうなんよ。でも今日ウォーキングするつもりじゃなくて、普通にお仕事の場所からまつげパーマ行って、で帰ってきたら2万歩だった。気づいたら2万歩でした。そう、まつげが見て、ツアーに向けてまつげちゃんを綺麗にメンテナンスしていただきました。マツパー。あ、お仕事眉毛だけ描いたっていうのは、今日はそういう 写真とかなんか写ったりするやつじゃなくて、写真とか動画とか撮らない、なんかこう顔が出ない仕事というか、そういうやつだったからしなかったってことですよ。さすがに眉毛だけメイクでテレビとか出たりはしないので、安心してください。こんばんは。まつげのイラスト解説分かりやすかった？パパパーって書いてある。うわ、口の色がなさすぎる。闇バイトじゃないよ。安心して。闇バイト撲滅した次の日の仕事、闇バイトってやばいでしょ。大丈夫ですよ。お疲れ様、みんなも疲れだよ、木曜日。はあ、眉毛描かないとないの？眉毛ありますよ。昨日の配信とか眉毛描いてなかったよ。眉毛ありましたよね、みんな。こんばんは。眉毛描くのはみんなやってるよ。みんな描きますよ、眉毛がある人もない人も。メイクの手順に眉毛を描くことは基本的に含まれますよ。普通のことだよ。眉毛がない人だけが描くわけじゃないよ。広島に来ました。わっ、今日の広島の夕日見た？お母さんがテレビでさ、野球見てるけど広島の空赤いよって言ってたから、ちょうどまつげパーマの帰りだったからテレビ電話して見せた。テレビと同じ空だよって言って見せました。眉毛描くのは必須よ、普通のことだよ。そう、今日はマツダスタジアム、お母さんが赤い服の人いっぱいって、テレビ見て。配信あるんかな、ツアー。何もね発表されてないよね、ツアーのやつ。あるの？研究生の時もさ直前とかだったけど、あるのかしら。ある、あるか、さすがにある、いますよね、きっと。会ってくれないと。みんなに見てほしい。何回応募しても当たらなかったって人もいれば、全部の会場当たったって人もいるし、お仕事の都合とか予定が合わなくてどれも行けないって人もいるから、みんなに見てほしいし、予習もしてほしいので、会ってほしいですね。こんばんは。ちょっとアイライン描いとこうかな。ビヨーン、大して変わらんけど。ビヨーン。大して変わらんかった。ビヨーン、変わりませんでした。
そう、全会場当たったみたいな人いたよ。パセリが出れるのか出れないのか乱入するのか楽しみ。わかった、楽しみにしといて乱入すると思われたのに、私楽しみにしといて。リコチから来ました。なんかリコちゃん今日めっちゃ配信してるって聞いた。えらいわ、ほんとジムも行って自炊もして配信もして、えらすぎだよチコリータ。おみかんさんありがとう、スケモンさん、バラ、あっちゃさんかわいい、ありがとう。こんばんは、どうも。今日はもう肌休息日なので、もうクマがこんにちはしています。皆さんこんにちは、クマです。私が長年飼っているクマです。リコチから来た、リコチから来た人こんばんは、パセリです。リコチの同期のパセリです。チコリートの自炊が毎日美味しそうでとても食べたいです。いやいや、3時間配信したの、すごーすごいね。パセ2時間半でもみんな長いと言われるのに3時間は強いね。ミキヤくん、ハートありがとう。そう、私クマちっちゃい頃からのクマちゃん。あ、ゲームしてたの？何のゲーム？タマゴッチのプチプチお店っちかな。パセでもゲームしようかな。ええ、チコすごい。アイドルグループ育成ゲーム、仕事でアイドルもしてプライベートでもアイドルをしようとしているの、育成してんの、すごいね。ラブ&ベリーしようかな。私なになに、やたら 裏事情がリアルなやつ、どんなやつ、知りたい。アイドル育成ゲーム裏事情リアルなの、どんな、どんな序列とかあんの、やばすぎ、気になる。リコチピー、リコチプロデューサー、メンバー同士の恋愛もある、そんなやつなのゲーム、おもろ、大変だ大変だわ。止まっちゃった。すいません。ソーリーソーリー。ゆうたくんお断り。レインボースターありがとう。あっちゃさんかわいいありがとう。やすべさんりょう。私全然読んでない、もしかして。全然読んでないんで。ふくちゃんお疲れ。パイのみさんビーチボール。じんらいさんお疲れ。にしさんお疲れ。あっちゃさん花束。かずのしんさんくま。あ、ピンポンが来たのでちょっと待っててください。ウーバーリーコが来たよ、みんな。ウーバーリーコからじゃーん、チャチャもらえました。今日5時間したの、リコちゃん配信強い。3時間すごいねとかったら5時間したよって言ってました。じゃーん、ごまたまごちゃんありがとう。チコさだおさんお疲れありがとう。カードリさんハートとダルもありがとう。あら、クロさんりょうと水鉄砲、しゅんさんお疲れありがとう。おみかんさんかわいいありがとう。ごめんさんりょうありがとう。イエーイエーイ、ありがとう。チコちゃんチコちゃんチコちゃん、お礼。でもお礼さ難しい。
食事に気をつけている声のお礼難しい。待っててね、何かをお礼するね。ありがとう。これは大事に食べるわ。7月30までだから、じゃあ冷蔵庫入れておきます。ごま卵、バイ。嬉しい、ありがとう。あ、間違って消しちゃった、ごめんなさい。廊下の電気を消そうと思ったら間違えましたよ。間違ってしまいました。嬉しい。今日パシちゃんお家にいるってお昼に聞かれて、松パー終わったらいるよって言ったら届けに来てくれました。嬉しい、ハッピー。ごま卵大好き。ごま卵、トランペットのまつげ、いいでしょ、まつげ。やっぱ違うでしょ、今日のお昼配信とまつげ全然違うから。まつぱかけたてのまつげ、今ちょっとあんまり肌見ないでください。今日はもう眉毛だけで生きてるので、いやいい感じ。こういう、そう、まつげのやる気がすごい今。おずさん、いいね10個ありがとう。まつげ、これで明日からまつげのメイクをしなくてよくなるんだ。やったね。でも多分サマーステーションぐらいには取れてきちゃうから、サマーステーション前にまたかけに行かないといけません。あと福岡のツアー前とかに行かなきゃ。佐田尾さんありがとう。ばあちゃんバラありがとう。 2,3 週間したらまた新しいのが生えてくるから、この上がったまつげにこの新しいのがこうやって生えてきて、横から見たらこんななって気持ち悪くなるから、これをこう上げに行くやつをまたします。面倒いです。そう、まつげの育成ゲーム、そうなんよ、私まつげのプロデューサーなんよね。そう、バラちゃんハート、カズノシーさん尊いありがとう。図解わかりやすかったわ、ありがとう、嬉しい。冷蔵庫の奥の方に入れて保存してください。ごま卵を、ウィー、奥の方じゃなきゃダメな、わかった、奥の方に入れますね。奥の方、上の方、下の方、前歯、奥歯。まつげが下向いてる、あ、逆さまつげ、目に入ってきて痛くなるやつ。私も逆さまつげよ、下まつげとか結構ね、こっちに生えなくてこう上に生えてくる感じ。でも上だけかけてる、まつぱは下もかけると料金がさらに高くなるから、上まつげだけ。うっかりあんこさんありがとう。やった、嬉しい。ごま卵たん、ごま卵、ごま卵のアイスもね、この前なんかくれようとしたけど、一個いるって言われたけど、大丈夫、気持ちだけもらうねって言ったら、今回本物のごま卵くれた。やった、ありがとう。そうよ、上下別料金よ、まつげは。悲しい。203ハットありがとう。ごま卵、確かに上から読んでも下から読んでもごま卵。涙の湘南、上から読んでも下から読んで、ごま卵、字が足りんね、字足らずですね。涙の湘南のコールにするには字足らずでした。ごま卵さん、お疲れんこ。7文字の名前じゃないとダメかも。
そう、神枝恵美香さん、すごいよね。上から読んでも横から読んでも、ちょっとねえねえ、横から読んでもって書いてるから間違って言った。下から読んでも上から読んでも神枝恵美香さん、すごい。私はカリセキサオちゃんなのでダメでした。横から読んだら横から読んだら平面だと思うよ。立体感がない限り。立体感があっても多分横の全部線だと思うし。武藤トムさん、確かに。新聞紙。ひであすみさん、バラありがとう。すごいよね、両方から読めるお名前。私だったら尾崎紗尾ちゃんとかやったら尾崎紗尾になるしかない。尾崎紗尾。沖さんだったら沖清か沖尾沖が名字で、が名字で名前尾とかだったら沖さんは上から読んでも下から読んでも一緒だよ。どう？王さん、シナンのシナのなしちゃんとかだったら一緒。鈴木ずすちゃん、高尾かおちゃん、うん、高尾かたちゃん、高尾小島じこちゃん、小島まじこちゃん。ずすやもん。ずす。鈴木ずす。鈴木きずすちゃん。確かに。高尾多かった。マジコちゃん、マジコちゃん可愛くないな。シナノといえば生誕祭が発表されました。メンバーはまだ発表されていません。多分募集が始まると同時にメンバーも出るんだと思うので、皆さんメンバー発表はねお待ちくださいね。ね、シナノソラハ生誕祭、今年もさあれなんですね、当日。去年もね8月9日の当日にねシナノソラハ生誕祭がねあったんよ、マイカーで。今年はね違った、マイカーじゃなかった。チャンチャランチャ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 ランチャンチャンチャン、花だれでしたね。出たいね。ねえ、当日できるのはすごいよね。当日。ちゃん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 ちゃらたんたんた。日テレニュースでも見てる。ありがとう、見てくれて。ありがとうね。そう、8月9日水曜日なんですよ。でね、ソラハさんが昨日の夜配信で、ファンのみんなが今日の木曜日に会社に行って朝からなんかお休みとかさ、一応9日取れるように9日ちょっと1日予定空いてますかって聞いたらしいよね。そしたらソラハさんのみんなコメントなんで、9日はマジで無理です、盆前なので無理ですみたいな人ばっかりだったらしくてお盆前はさすがに厳しいですみたいなコメントが多かったらしくて、そうで、そうソラハさんもその見合わせにならないぐらい予定空いてますかって聞いたそうら、もうみんなが発表される前に無理です無理ですって言うから、ガチでその日は無理って人ばっかりだったらしくてそう、確かにね、盆前だし水曜日とか、ね、平日だしね。そうよね。
そうよね、交通費もね、夏休みの期間だからね。大変よね。私もさ、多分いろいろ職業によっても忙しさが違うと思うけど、私は STU 入る前は接客のお仕事だったんですよ。だから夏休みとかそういう時はすっごい混むからね。夏休み以外とかは土日が結構混むんだけど、夏休み期間は常に混んでるから大変だった。11月中旬だよ、ついてそう。じゃあパセの生誕祭にぜひ来てください。そうだね、パセ11月生まれでよかったね。みんな年末とかも忙しいしね。年末年始も忙しい、年度末とかも忙しいしね。11月ぐらいがちょうどいいのかな。ね、仕事に慣れてきた頃ね、新入社員とかでもきっと5月とかはさ、仕事バタバタしてさ、やばい5月病、ゴールデンウィークわーわーわーみたいな感じだけど、11月とかならもうすぐ年末クリスマス、もうちょっと頑張るぞみたいな時だからきっと取りやすい方かもって私は勝手に思ってるので、今年はいつあるか分かんないけどね。マイキューさんはこの前2ヶ月遅れだったから生誕祭、ね、そう STU ね、年末多いんですよ誕生日。11月アーナーさ、生誕祭までいてくれるの？いつまでいてくれる？5年後？アーナも11月です。アーナとリネが連日続いてて、誕生日ピッピッていて、でパセとかももちゃんとかココアさんも11月です。生誕祭は正規メンバーしかないので、3期生とか 2.5 期生は昇格するまでないので、ノアピオも11月とかだけどないんですよ。そう。私5年後と思ってるから。あーな、さっきアーナルームで昼生誕祭夜卒業公演、え、アーナファン大変じゃん。アーナファン当たる、それ昼生誕どっちか取らんといけん。第一優先どっちにするんってなる。昼めっちゃ祝って夜しんみりみたいな感じですか。そりゃ大変だ、生誕員の方も大変だ。昼夜パンフレットが変わるんでしょ、あのペンライトの色をどうしてくださいみたいなやつが変わるってことでしょ。大変だ。大変大変。そう、壁島ちゃんドラマに出るってね、なんか少し前のねブログで、先月ぐらいのブログでテレビ局に行ってきましたって載ってたんですよ、テレビ局のパスみたいなやつが。だからえってテレビ何の仕事だろうってずっと思ってて私も、そしたらドラマに出るって書いてたからすんごってね。ドラマすごくない？だって加入してまださ 3,4 ヶ月とかでさ、ドラマすごいよね。びっくり。そう、お嬢。すごい、見なきゃ。しかも演技初挑戦って書いてたよね。俺もドラマ出たい？頑張れ。頑張って。お嬢様、え、本当にお嬢様。ちょっとね、昨日ブログ更新されてるから見てほしい。研究生は日替わりブログなんですけど、昨日のブログも、あの鮭には何とかという成分が含まれていてお肌に良くてみたいな感じ。もういつもね、美容アカウントを見ているような気持ちでブログを拝見させていただいております。いつもとっても参考にしております。3期生のブログは全員分読んでるんですけど、もうね、個性出てる。絵文字の使い方とか改行とか言葉遣いとか、そういうの見て、あ、こんなの、こんな感じの子なのかなっていうのを私も学んでる感じで。あ、そう、おしゃれパスタの、あの冷製パスタ、フルーツのパスタの
毎日見てます。そう、フルーツパスタの声、私も言ったじゃん、この前ショールームでフルーツパスタ食べたことないって言って紹介したこのブログがまた昨日上がってるんですけど、またさらにおしゃれな自炊をしてました。サコ姫の、そうだね、サコちゃんみたいな文体の子はいなかったですね。文字の間隔を空ける子はいなかったけど、見てみてほしい3期生のブログ、個性出まくりですよ。ぜひ。あとブログといえば STU のモバイルサイトを開いた、今開いた人多分いると思うんですけど、配信見ながら今ね、待ち受けくじ始まってるからぜひ引いてください。白猫の待ち受けくじですよ今。パセはね昨日の夜引いたんだけど、昨日アナの発表あったじゃん、卒業発表あったあと夜配信して寝る前に、あ、くじ始まってる、引こうって思って引いたらアーナ出ましたタイミングアーナが出たよ。アーナ、私は3回引けた、300ポイント貯まってたから3回引きました。自分は出なかったですね。あ、パセリゲットしてましたね、嬉しい、さすがです。パシちゃん、あと2人は誰だったかな、誰引いたかな、覚えてないけどアーナだけ覚えてる。ソルハさんがパセ引いたらしくてくれたけど、ソルハさんのやつもくれた2人分送っとくねって言って2人分くれました。5回引いたら全部3期だった、わーすごい、もう運営さんも3期生のことを覚えさせようとしてるんかもしれん。3期、3期、私も3期出た気がする。梶原美優ちゃんかな、出た気がするな、3期生だった気がします。みんなも引いてみてください。ポイントが貯まってたらね、無課金でも引けるので、待ち受けくじぜひ。ポイントね勝手に溜まっていくから、あれ気づいたら溜まってるから、次のくじが始まるまでにまた溜まるから大丈夫だよ。今使い切ったらまたいつかすごい好みのやつが出たら引けないかもと思うかもだけど、気づいたら溜まってるんですよあれ。私もねいつの間にか溜まってるから、無課金でもできるから。リコチ、オキさん、ソラハさんはマイカーや、アザミン出た、あざといアザミスペシャル、あ、そうスペシャルとかもあるんよ、あ、毎月300貯まるのか、じゃあ安心だ、3回は引けるもん。私も3回引きました。引いてきてみて、パのシークレットあるのかな、誰がシークレットあるのか分かんないから、それが罠なんよ、自分の推しメンがシークレットあるかもと思ってたくさん引きたくなる罠なんですよあれ。でもあれは名前順だから、パセリの前後、リネタンとかアンピーとかそれ以降の人、それより前の人が出たら、あ、じゃあパセリはないなっていうのが分かるっていうシステム、どのメンバーのスペシャルがあるか分からない、そう罠なんですよシークレットは全員あるわけじゃないからね。そうそうよ、そうやって私も見極めてるから、これはもう出ないなってなってるから。え、罠の絵文字あるの、トムとジェリーみたい、初めて見たそれ。そうよ、私もいっぱい引いちゃうから、なんかたまにくじを引くの忘れて何ヶ月か分のポイントがめっちゃ溜まってる時とかに、そう
これを来月に回すか、それとも今いっぱい引くか迷って、いやどうだろうなってめっちゃ考えるんですね。楽しいよでも待ち受けくじ。こんばんは。11回やったがパセリなし。千穂さん引いてる人多い。そう、前回の待ち受けくじが6月がウェディングで、今月が猫ちゃん、8月は何だろうね。あっち向いてほい、まだリンゴが出る。そりゃびっくり。あっち向いてほいの仕事してたんだ、リンゴ。先月ソルハ、アオイちゃん、アーナは最高じゃん、そんな最高最高。なんだろうね、8月。なんかさ、メンバーもさ撮影とかしてるけど、どれが何月とか分かんないから。6月はさすがに分かったよ、撮影の時に。あ、これ6月だろうなって分かったけど、どれが何月かね全然分かんないから。だって猫ちゃんとかさ分かんないじゃん、何月か。そんな感じなんですよ。チアガールの時も、あ、これは新生活っぽいなとか、だから4月かなとか予想はしたけど、そう、全然どんなやつを撮ったかも覚えてないし、順番も分かんないから、なんでしょうね。8月白猫漏れてました、嬉しい。白猫ちゃん、なんだろう、なんかね、そんな毎月毎月あるわけでもないからね、結構前に撮ったりしてるから。なんかもう夏とかにクリスマスとか撮ったりするわけですよ。なんか忘れた頃に出るんですよ。あ、この頃痩せてんなみたいな、その、この頃ちょっとまだふっくらしてんなみたいな感じのメンバーも懐かしい気持ちで見るよね。何撮ったかな、全然覚えてないです。でも毎年さサンタあるよね。去年あったっけサンタ、一昨年はした気がする。白サンタと黒サンタはしたことある。去年なかったっけサンタ、何だった、去年の冬。あ、チェックのサンタ、チェックのサンタも来たことある気がする、赤チェックみたいな。何だったっけ、来たっけ。ちょっと時系列が、去年黒サンタ、去年だっけあれ、黒か。じゃあ黒が去年で、その前が白で、いや違う、黒を赤チェック白ですか。青サンタ来たっけ、もう全然覚えてないや。星集めでお邪魔しました、どうぞたくさんあげます。たくさんあげれないけど、限りがあるけど、どうぞ。リチャとカスミンだった。うわ、3期だ。やっぱみんな3期出てる。3期。え、青サンタだったっけ？そうだったっけ？全然覚えてないね。記憶が全然ないよ。トナカイはないかも。ない気がする。私今年クリスマス何年目ですか？4年目、4年目かね。チェック白くだっけ、もう分かんないね。マイハーチのダブル、お、マイハさん、マイハさん真剣衰弱してた、一人でもしかして真剣衰弱してた。10月加入だけど12月お披露目だから、
でもお披露目はクリスマス直前だったから4年目かな。わあ、あ、白チェック黒か。今年あるかな、サンタちゃん。振り袖とかもね、ある年とない年とあるよね。去年は振り袖ありましたよね。あれ去年は違う、キツネだ。今年かそれ。去年振り袖、今年が巫女キツネだった。夏も浴衣がある時とない時があるんですよね。だから年に1回は浴衣か振り袖か絶対撮ってる気がするけど、どうだろう。ハロウィンは毎回ある。ハロウィン、あ、レインコート撮った。なんだったっけ去年夏何着たかな、全然覚えてないね。こんばんは。覚えてないですね、忘れちゃうね。みんなのお気に入りは何ですか、どういうのが好き。え、パセさ持ってはいるんだけどな、自分の生写真。この前見せびらかしたよね、みんなにパセリの生写真って言って。あ、去年違う、今年か、今年の3月はこれです。卒業ハリーポッターみたいなやつで、1月がこのミコキツネだった。あ、みんな黒サンタだ、本当だ、黒サンタちゃんだった去年。じゃーん、黒サンタさんでした。お、11月が新衣装だった、このユニットの。これは11月だそうです。去年11月難しいよね、食欲の秋、読書の秋とかよね。難しいね、ユニット衣装かわいいよね。サンタ、え、かわいい、このミコキツネお気に入りです、とてもかわいいです。なんだろうね、モミジ、モミジのコスプレ楽しそう。モミジのコスプレ似合う。やもみち、11月ね、なんだろうね、10月は絶対毎年ハロウィンな気がするんですよ。ハロウィンって言ってもなんか毎年違うやつ、系統違ったりするけど、9月なんですかね、9月、去年の9月はなんだ、9月。こんばんは。なんだったかね、覚えてません。お月見、でもウサギとかしてない気がするね。ウサギちゃん浴衣だったっけ、運動会やったことないね絶対に。鉢巻き巻いた記憶がないもんね。楽しそう。え、鉢巻き巻いたさ体操服の生写真とかおもろ。もう大変大変。お団子役なの私、生写真でウサギの方じゃなくてお団子の方なんだ。頑張るね、ちゃんと役作りしていくわ、いっぱい食べて丸顔になって。10月、文化祭したい。2期生が入る前ありましたよね、なんか STU の文化祭っぽいやつ、ファンの方とやるやつ、なんかピンポン玉みたいな、なんだっけあれ、スーパーボールか、スーパーボールなんかめっちゃ投げるやつ、楽しそう。
撮影可能みたいなやつね。やりたい、夏祭りいいね、やりたい、屋台やりたい、やらせてください。うらやましいぜ。え、そう、浴衣のやつもね、なんかさ写真撮れるやつあったよね。メンバーが周りにいてユニット語とかなんかでさ、ファンの方が真ん中に座って船のさ、あの上のところで撮るやつ、先輩たちやってたよね。楽しそうだった。写真見たことある。瀬戸マイクとかの時代だと思います。瀬戸セブンとか多分チャートリーとかかな。そう、船があった時、今日 STU48 号の記事がいっぱい流れてきたし、お母さんからも連絡が来た。 STU48 号の記事があったよ、 LINE ニュース出てきたよって言うてました。焼きそば外れたの？外れちゃったんか。そうよね、倍率とか高いよね、きっと。そういう、また来ますね、また来てください、ね、いっぱいパセリアの根でもいっぱい来た。マイカカラオケ大会、楽しそう、楽しそうだね。そういう、やりたい、やらせてください。夏祭り浴衣着て、でも大変そう。浴衣着てさ、暑い中って結構大変だからさ、大変よ、絶対熱中症とか大変だと。パセリちゃんの名前審査員届きました。お、みんな届いてる、嬉しい、よかった届いて。もしね、生写真のあのサインのやつが来てませんって人も安心してください。パセリが誤字したやつとかがあったら、あの後日書き直したりしてるので遅れて届く場合があるんですよ。そう、なんかね、キングレコードさんとかがちゃんとファンの方に送る前に書いてる文字とかを、漢字のさ一本線が足りないとか、そういうのとか裏にちょっと傷がついてるとか、そういうのは全部書き直ししてたりするので、だから結構ね、後から来る場合もあるから安心して、ごめんなさいなんだけど、それはこっちの都合で送らせてしまって申し訳ないんだけど、ちゃんと来ると思うから。そう、メンバーが後から帰ったりするからね。キングさんのこと王様って呼ぶ人初めて見た。キングレコードさん、そうない、すいません。こんばんは、ね、2年連続当日生誕だね。ソラハさんがさっきさ落ち込んでたよ、みんなが行けない行けないって言うから。その日は無理無理って、お盆前は無理無理って言うから、もう落ち込んでましたよ、しょぼんってしてね。みんな、ソラハさん推しのみんな大変だろうけど、二十歳のお誕生日だからね、どうにか。でもファンの方もさ、無理って言いたいわけじゃないじゃん、行きたいじゃん。でもお仕事の都合だしね、仕方がないんだろうけどね。ねー、何回もやるか。そうだね、毎月やる。めっちゃ年取っちゃうけど、毎回泣いてそう、ちゃんと。毎回感動して泣いてそうだ、かわいい。
こんばんは。うん、花だれね、花だれ公園とか、アーナとかあと何回ぐらい出れるんだろうかね。月にさ、いっぱいあるわけでもないけんさ、でアーナもさ、あのアーナとユキリカと同じポジションだったりとかするしさ、何回あと一緒に公演出れるかわからない。ユニットも違うしね。アーナ四国マイカーとかで一緒になってもさ、別に同じステージに同時に立つわけでもないから、楽屋が一緒ってぐらいだからね。花だれぐらいしか出れるやつがないんだね。本当にね。わーね、僕たいね、やりたいよね、日暮らし。やりたいよね。やりたい、やりたい。オーディション、アーナとユキリカ同じよ。花だれ全員アンダーいます。どのポジションの人もアンダーがいる。ユミリンさんはサゴちゃんとか。でも研究生は何ポジもやってる。 2.5 期生はパセはサラちゃんとか、そんな感じです。でうなちゃんもあんまり一緒に出ることないんですよね最近。学生大変、大学生でもそろそろ夏休みよね。大学生も来月ぐらい、ちょっと遅れてくるよね大学生って。大学生今日さ、街歩いてる時にね、目の前に歩いてる女の子がめっちゃ妹にそっくりで、なんか後ろ姿とか横顔とかがめっちゃそっくりでびっくりしたの。え、めっちゃ妹やと思って、えっと思って。でも体型が違ったんですよ。体型違ったけど顔がもう瓜二つすぎてさ、びっくりした。びっくりびっくりね、驚きました。でも今日はバイトらしいです。バイト頑張って、頑張れ頑張れ。うん、そう今日お母さんとさ電話したからさ、まつげパーマの帰りにね。で妹はって聞いたら、今日バイトって言ってました。偉いよね、学校とかもやってバイトも行って、でさ休みの日とか友達と遊びに行ってさ。私と違いだわ、社交的すぎるわ、偉いね。こんばんは。私とも遊んでほしいけどね、絶対無理や。絶対に無理だね。パチャも偉い、本当偉いね。ああ、もう10時早い、もう1時間喋ってる、早いね。今日は10時半ぐらいで終わる予定です。よろしくお願いします。パセもゲームしたくなった。リコチがゲーム配信したって言ったから、パセもゲームしたくなった。え、マリオしたい、マリオ、スーパーマリオブラザーズしたい。え、でも絶対充電ない。明日の配信でする。ドゥルドゥドゥルドゥドゥ、こんばんは。ドゥル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 。マリオカートあるかな、
マリオカート妹のなんだよね。持ってきてるかな私。ちょっと見てみるわ。待ってね。よいしょ。持ってきてたっけな。どうだったんだろうな。ない気もするけどね。ない気もするけどね。あったかな。あるかな。お茶券はあった。お茶券。私がめっちゃやってたお茶券。お茶券です。じゃーん。お茶券。お茶券。ないかな、もしかして。マリオ VS ドンキーコング突撃ミニランドってやつはある。これ妹の。あ、マリカーあります。マリカーあるわ。ニンテンドックスもある。え、待って、スーパーマリオブラザーズないわ。え、無理なんだけど、今やりたいんだけど。なかったです、スーパーマリオブラザーズ。僕の大好きなラブ&ベリーだよ。これはもう何回も紹介したことあるよね、このショールームで。このラブ&ベリー。え、マリオない。脳トレはあるよ、脳トレ。この脳トレさ、ここのさ、ここがね、ちょっとさ壊れてるんですよ。だからね、すぐ接続が悪くなって切れるの。しちゃうわ。私のラブ&ベリーコレクションを見て、みんな。やりたくなった。これを、これをさ、ここにこうやってやって、見て、後ろワンタメがいます。やりたい。充電が懐かしくない？この充電器の形。充電がない。あ、充電器させない。足りない、充電のあれが、コードが。ちょっとごめん、スマホの充電取るわ。 DS に液を与える。今充電中です。赤いランプ。アドバンスも持ってるよ私。もう使いまくって。ここにいるのプリキュア、ほら一番最初のプリキュアのさ、これはメップル、メップルかな、これミップル、どっちかな、メップルかな。上にいるのがポルン、こっちがどっちかがミップル、どっちかがメップルです。このこれとこれめちゃくちゃ使ってる。ほら、私このゲームがね大好きなんですよ。もうちっちゃい頃から、最近パセリ、シナモン、シナモンって言ってるように見えるけど、もうちっちゃい頃からこのゲームいっぱいしてきてた。ほら、おさきセリカ懐かしいでしょ、ね、これパセのさ DS、 このほら妹と交換したの。妹がピンクで、これの交換したの。かわいい。ここだけピンク。これタッチペンです。いいよね、こういうのタッチペン入れれるやつ。これはここに入ってます。これがタッチペン。私がさ DS やらなすぎてニックネームの登録をしてくださいって言われました。え、他人行儀なんですけど、この DS 超他人行儀なんだけど。やめて。ニックネームの登録セリにしよう。セリリになっちゃった。セリ
何色、好きな色を選択してください。ピンクにしよう、かわいい。今日は7月20、多分 DS もびっくりよ。浦島太郎状態ですよ。誕生日を入力してください。11月16日入力が終了しました。設定を保存して電源を切ります。切られてしまいました。やばい、切られちゃった。やった、楽しい楽しい。バーンって出てくるんですよ。聞こえてん？バーンって言って出てくるの。バーンってね、煙がもくもく出てきて出てくるタイトルなんですよ。音声入ったらバーされちゃうから、ちょっと音声消しちゃう。え？渋谷のワンクが待っているにしますね。ちょっとみんなパセリがゲームしてるとこ見て楽しい空間だけど。ラブかベリーを選んでね。はい、私ラブ、よろしくねって言ってる。脳内再生されて、待って、カードの準備してないよ。待って、始まっちゃったよ。みんな待って待って、カードの準備してないって。あ、すいません。このカードの中から今日のラッキーカラーに合わせて決めなきゃいけません。ラッキーカラー緑だって。やめてよ、ここでもパセリの色をさ指定してくんの。私がパセリだからってさ、はあ、やばいやばい。こっから緑のさ、ストリートコートに似合う服を探さんといけ。こんなドレスとか着てったらもうダメだから。あ、大変大変。緑だって、緑の靴とか持ってないよ。待って待って、あ、これいいかもしれない緑。一人しか楽しくない。急げ急げ。まあまあねって言われました。無言だけど分かります。口で、口が動いてた。そうやって汗汗、緑の靴とか出てこない。やばいやばいやばいよ。パセリ、あの時間が伸びるカードはどこ、あの時計のカードはどこ。ねえねえ、みんな助けて。やー私しか楽しくないよ今。待って、最悪なファッションでラブをストリートコートに行かせることになっちゃうよ。靴を、靴、寝巻きのスリッパよ今。大変大変、やめて。野外で素足はきついて。大変よ、いや、やばいよ。髪型はどうする。ベリーが頭を抱えています。隣で大変。少しは手伝いなさい。やばい、時間がないよ。あと15秒だよみんな。時計のカードが見つからないよ。ねえねえ楽しいよ。ねえねえ、時計のカードがない。あ、見て、アフロ。やばい、やばい、あと5秒、5秒、あと5秒で出ちゃう。5秒で行かなきゃ、やばいやばい。あ、もうこれ負け確です。服を着替えた時点で、あのベリーよりも数値が低かったらいくらタンバリン頑張っては負け確なんですよ。今すあ、レッツゴーしちゃった。負け確です。おしゃれパワー三角、ラッキー三角。ああ、はあ、悲しいよ。私のおしゃれパワー146、ベリーのおしゃれパワー230。もうこれ負け確です。悲しい。 ABCD いい感じじゃない。無音むずい。負け格なのに頑張って踊ってくれてて申し訳ない。
みんなはどういう気持ちで見てんだ。いい感じじゃないわ。渋谷のワンコのコースと間違ってた。私渋谷のコースじゃなかった。ねえねえ間違えました。私がいつも言ったやつじゃなかった。間違った。はい負けた。残念おしまいですって言われました。ちょっともう一回やってもいいですか。タンバリ終わった。負けました。すいません私の実力不足です。ほら友達と交換したから友達の名前が書いた。学童保育の学童にいた子の名前が。ねえねえ時計のカードを見つけたら私は無敵なんですよ。延長できるの時計のカードで。うなちゃんではない。うなちゃんじゃない。ゆうなちゃんですね。あ見つけた。これがあったら延長できるの。ちょっともう一回頑張ってみる。次こそおしゃれにしてみせるからラブ。ラッキーカラー青です。青だそうです。青始まった。戦いが始まったよみんな。青なんてないよ。青でファッションストリート。あ忙しい忙しい。いやもう私しか楽しんでないこれ。確かにお話し会これあったら便利。あこのカードは使えませんって言われた。最新カードだったみたいです。元気っ子ヘア。そう忙しいゲームなのこれ。そうなんよ。せかしてくるんですよ。せかしゲームよ。今靴を探してます。ラッキーカラー青なの。ラッキーカラー青でね靴を探さんといけなくてね今頑張ってる。いまいちかなって言われました。え靴靴青い靴とか私持ってるかな。ちょっと時間伸ばします。15秒伸ばしました。髪型ラッキーカラー青。ラッキーカラー青の髪型これです。ここに書いてあるのラッキーカラーが。でまあまあねって言われちゃった。ちょっと靴靴青い靴とか持ってないよ。あ、いい感じ。はい。もうこれは勝てます。なぜかというと、ベリーのポイントよりも高いからです。今からバトルです。タンバリン勝負が始まるの。私が224でベリーが215です。これはもう勝てるので。街で噂のラブとベリー、ダンスとおしゃれが大好き。いつも二人はプリティーキャン決めてちゃう。だんだんいいじゃなかったわ。そう価値観。そうなんですよ。これは勝てます。勝つともう一回遊べるんですよ。そうこれ音ゲーというか覚えゲーです。だから見なくてもできる。なんか流れてきて押すとかじゃないんですよ。
町ではそのラブとベリー、今日も2人はベリーハッピー、明日は2人でお買い物、渋谷のワンコが待っている。イエーイ、勝った勝った、254で勝ちました。イエーイイエーイ、ラブの勝ち。次に進めます。ストリートコート、ファッションストリート、ディスコ、シーサイドステージ、アイドルステージ、舞踏会。アイドルステージにしましょう。勝ちました、皆さん。宴だ宴だ、ラッキーカラーピンクとか言ってる、ピンクだってんのな。頑張るよ、ピンクでアイドルステージに行く服を探します。こういうのはディスコに行く服です。アイドルステージ、今これを着せました、ピンクで。いいかもって言ってるけど、今まだ負けてます。大変大変、ちょっと大変大変、待って待って、これは舞踏会にしていく髪の毛です。待って、やだ、あと30秒しかないよ。みんなみんなみんな、靴これにしました。あ、待って、やばい、これはもう勝ち確です。え、この衣装めっちゃ好きなの。今ね、ラブ&ベリーカフェでこれのドリンクがあるんですよ。これを飲みたくって、とってもそう。でも行けそうにないんですよね。やばい、ちょっと一旦時間伸ばしそう。あ、いいや、これで行きます。勝てそうです。この衣装も好き、かわいい。花丸だって。私が280でベリーが250なので、もう勝ちました。わーい、何の歌これ。ふったりてきたの、だだんだ、ホットオーバーピンクの絨毯、ちょっとお姫様気分、お池に寄せるさざ波もピンクに染まって、だんだんだ、もっとおてびいちてびいひかんちゃんとひよね、春はひひね、あたかい日差し、新しいできると、だんだんだ、こうと見て春日も聞かないよ、ピンク、オレンジ、黄色、水色、幸せになってきた、春はすごいね、あ、失敗しちゃった。でも勝ちました。もう一回遊べます、きっと。あ、無理だった。2級だからダメでした。楽しい楽しい。みんなごめんね、こんなのに付き合わせて。もう1ゲームしてもいいですか。そう、一級になったらもう一回遊べた。そうなんですよ、ちょっと。じゃあ舞踏会に行ってみる？え、シーサイドステージ行きますか？夏らしく。じゃあシーサイドステージ行きます。ラブで。私はラブでしか遊ばないんです。黄色だって、みんな。黄色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 。ねえねえ、黄色だってよ、みんな。これよくパセがしてる髪型じゃない？黄色のさ、シーサイドステージよ。私さ、時計のカードどっかやっちゃった。さっき使った時どっかやっちゃった。わーん、どっかやっちゃった。絶対にいるのに。黄色、シーサイドステージ。待って、めちゃめちゃ負けてる今。やばいやばい、どうしよう。ちょっと待ってください。
険のカードがどっか行ったからもう無理だ。もう僕の負けだ。本当にごめんなさい。みんな絶対これ見て何してんのパセリってなってると思うけどさ、パセしか楽しくないよ今。分かってるんだけどね。止まったらもうずっと止まんなくなっちゃう。僕の悪い癖。いや、いつもなんかさ、お話ししてばっかりだからちょっとなんかきっとさ、みんなびっくりしてるよね。何してんのって。そう、いつも分けてたんですよ、ジャンでちゃんと。なのに最近してなかったからぐちゃぐちゃになっててさ、今ね、床にね、床一面にねカードがね、あ、勝てそう、ギリ勝てそう。これでいきます。パセが227、ベリーが225です。何の音、何の音。初めての日君ちょっと照れるから、はしゃいだふりして海に飛び込むの、お魚のようにどこまでも泳ぎ。今ボーナスタイムです。パセが今237。あ、スペシャルボーナス257になりました。太陽キラキラ、すべてがキラキラ、この時間私の恋はキラキラ。ちゃちゃちゃ、勝ったからもう一回遊べちゃう。ごめん、早く終わって、ご早く終わってって思ってる人本当にごめんなさい。ディスコ行ってみますか。ディスコ、舞踏会行きますか。舞踏会にしましょうか。いや、みんなもうどこでもいいよって言って、ラッキーから緑とか言い出した。みんな緑かって、舞踏会って緑って何、何なの舞踏会で緑。あ、緑のドレス、私これ着たことあるんですよ、実物。このドレス着たことがあってさ、ちょっと待ってよ、ちゃんと勝つから。こうやってみんなの時間をもらってる分ちゃんと勝つから。ごめんなさい、ごめん。忙しい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 。緑のドレスってなーに。あ、はい、これにしました。ダメだって、ダメ、やだやだって言ってます。そんなわがまま言わないで。うーん、靴と髪の毛がない。さっき、あ、髪の毛これにします。
にカードが散らばっています。舞踏会のクツール、多分私画面から消えてる気がする。舞踏会の靴ないよ。やばい、あと5秒だよ。変な靴で行かせちゃう。やばいよ、大変。舞踏会の靴ないよ。あー、ない。あ、始まってしまいました。おしゃれパワー186、ベリー255、負けました。でもタンバリンちょっと頑張ってみたいと思います。ドゥ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 ルドゥ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 ル。音を聞いてます、今。ダダ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 ダ。めっちゃ間違えまくった。あん、勝てなかったよ、やっぱり負けた。はっ、負けたのでもう知らない。ありがとう、みんな付き合ってくれて。ちょっとパサの今の足をもっと見てほしいな。カードがもう大変。これ対戦したいんですよ、オキさんとかソラハさんとか世代なの。待って、この本棚の下にカードが入ってっちゃったかも。大変。対戦したくてさ、やりたくてさ。お付き合いありがとうございます。やばいとこ見せてしまったかもしれない。みんな持ってんのかな。うん、カード整理したら楽勝。とりあえず私はいつも髪、ドレス、靴で分けてるんですよ。まあ、それが普通なんですね。でね、カードのここの上のとこに番号があるんよ。これは32番、これは13番みたいなあるんですよ、番号が。でその順番に並べとくんだ、並べとくんよ。今喋れなかったよね。今これ139番とかあるんですよね。これを並べとくんよ。やっときます今度。うん、楽しかった。久々にやりました。1年ぶりぐらいでしたよ。楽しかったよ。そう、服で結局決まるんよ。音ゲーとかじゃなくて結局ファッションゲームで、でタンバリンがこうやって動くのに合わせてボタンを押すんですけど、なんか今時の音ゲーみたいにこう流れてきたところ重なったら押すとかじゃないんよ。最近の音ゲーってさ、こう真ん中に来たらピョンって押すじゃん。こう流れてきたりしたらこの線に来たら押すとかじゃん。でもこれはもうポンってタンバリンが動いた瞬間にポンって押さんといけんから、初見ではできないんです。初見殺しって沖さんがよく言ってる。覚えゲーって沖さんがよく言ってるんですけど、その通りで本当にやり込んでる人がやり込めばやり込むほどカードがたくさんあるから。そうなんですよ、このゲームを1回やるのに100円入れたらカードが1個出てくるの。だからやればやるほどカードがたまるんですね。で、あのなんか漫画倉庫とかお宝倉庫とかそういうところに行って中古とかであのカードを買うんよ。出ないからお目当てのものが。そんな感じで集めて、で友達と交換したりして、私は学童保育で交換してゲットしたりとかしてました。でも私はさ、当時は本当に今みたいにこんな饒舌にあれが欲しいこれが欲しいとか言えないから、自分がお気に入りのカードを
これ欲しいけどいい？とか言われて、あ、いいよみたいなのもよくあったし、本当は欲しいカードがあっても言い出せなかったし、だからなんかすごい自我が強ければ強いほどいいと思います、こういう時は。はい、相談できる、そう、そんな感じです。そうよ、ダブったりするからね、トレードもできます、友達同士で。あとはなんかゲームセンターで月に1回ぐらい大会とかがあったりするんですね。私はそれは行ったことないんですけど、いろんな都市でやってんの大会が、ダブ&ベリーの大会が楽しかったです。すいません、みんなの時間をもらってまで、みんなの貴重な木曜日の時間もらってまで本当に申し訳ない、すいません。ラブ&ベリー楽しいので、みんなも始めてみてはいかがでしょうか。今から始めたらもう無理だけどさ、 DS でしかできないけどさ、え、なんでそんなに優しいんですか。多分ここに残ってる人はそう言ってくれる人なんですよ。もう見てられないって人はきっと違うルームに行ってるんですよありがとうございます、本当今残ってくれている皆さん、もう今いなくなっちゃったみんな帰ってきてよ、ラブ&ベリー終わったから帰ってきてよ、悲しい、あの人いなくなったなっていうのがもうコメント欄でわかるもん。やばいよね、こんな姿見せたことがないよね。わ、意外と残ってた、うわぁ見てくれてた、みんなに見せたことがない尾崎セリカちゃんでした。ノールックはしびれたぜ、え、あれはノールックじゃないの、音声を聞いてた、音を聞いてたよ。あ、優しい、パセリが楽しんでるを見るだけでハッピー、そんな優しい、鼻息荒いのもあった、鼻息荒かったですか、マジ鼻息荒かった、え、やめてよ、そんな私鼻息とか出ないし、アイドル鼻息とか出ないし私みんなもぜひラブ&ベリーを始めてパセリとお友達になってください。食いしん坊そうな服、早口だったよね、思った、噛まないなって思った、あんなにいつも噛んでんのに全然自分噛まんなと思いましたよ。そう、かなりの汗汗だってね、今日カードを整理してなくてさ、ちゃんとこの中からさ選んだから、ちゃんと分けてたらいけるよ、いけますよきっと。ほら、これはチャオの付録、チャオでゲットした服、楽しいね。なんか公演できそうな髪型とかあるかな、あるかしら。そうだからさ、当時の子供たちはさ
楽しいけどさ、お母さんたちは大悲鳴ですよ。毎回100円でさ、このカードの量よ、100円でこの量ってことはさ、もう相当じゃん、お母さんたちの財布から出ていった金額は。大変、恐ろしいわ。何も分からず100円を投入したらカードが出てくると思っていたあの頃、労働の大変さを知るのはまだまだ先です。そう、止まんなくなるから。いや本当ですよ、アイスとカードが同じ金額だ。ねえねえ、10時半までやるねって言ったのにさ、もう10時半じゃん。へえ、ラバンドベリーしたらあっという間だった。虫キングは大体横にいた。ラバンドベリーの横は虫キング。2分前なの？じゃあもうバイバイする。明日お昼配信する。こんばんは。次、今度マリオカートでもする？パセ、マリオカートはね、毎回スタートダッシュでやらかすタイプだから、トゥー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 バラララララって煙に包まれるタイプだから、よろしくよろしくね。どうしよう。うん、カーブで私はこうやってやるタイプ。こう DS と自分もこうやってやるタイプです。何時からしよう。12時かな。12時か11時半か、どっちか。です。です。よろしく。でも夜もできると思います。夜でもそんなに。早い時間からはできないので10時とかかな、10時半とかかな、そんぐらいです。夜は多分よろしく。でも明後日が関ヶ原なので、そんなに遅くまではしないと思うから。お昼はどうしようか、また予約入れます、今日みたいに。ギガハラのレッスンはもうこの前終わったよ。この前やったよ。もう山中湖のレッスンよりも早くやったよ。先週かやった。楽しかった。メンバーがさ、1期生、ドラフト3期生、2期生、2.5 期生が入ってやるから、で普段公演でもさやってる組み合わせじゃないから、なんか新鮮で楽しかったです。2期生多めな気がする。月がある。昼配信を楽しみに午前中頑張る。なんて素晴らしいの、嬉しい。そんな、私の配信を楽しみに頑張るとか、そんな嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ私もみんなに喜んでもらえるように、もうラブ&ベリーを配信中にするのはやめます。でももし発作が出たらまたやります。もうどうしてもラブ&ベリーがやりたくてもうあーってなったらやる、やっちゃうけど。だって私このさ、この数年間、3年間4年間ぐらいさ、こんなにラブ&ベリーがやりたくて仕方がなくなってやり始めることなかったじゃん、多分。だからちょっと多めに見てください。明日の昼配信見れそうです。わ、よろしく。明日のお昼ご飯教えに来てね。よろしくね。そう、発作出ちゃった。バトルしたい。
ちょっとメンバーとさ、コラボ配信とかで戦いたいもん。無敵よ私。ありがとう見てくれて。こんばんは。それではまた明日のお昼配信で会いましょう。恥ずかしい、みんなにさ知らない一面見せちゃった。私の10代の頃のパセリ。おやすみみんな。じゃあ壇上読もういきます。13位右田ピポさん、12位たかしんさん、11位ふくちゃん、10位くわどりさん、9位かずきさん、8位じゅんならごうさん、7位じろくん、6位あっちゃさん、5位やすべえさん、4位じんらいさん、3位かずのしんさん、2位ゆうたくん、1位おずさん。ありがとうございます。本当にもうごめんなさい。ありがとう、最後まで見てくれた人々ありがとう。また今度マリカーでもしましょう。じゃあおやすみなさい、バイバーイ。